誕生日いいねまだ誕生日いいねとか言おう。誕生日は毎年ね全員に来るものですからねうーん、おめでとう。坂道 FC さん、クマありがとうございます。なんか緑の気分悪そうなクマありがとうございます。今日はね、そうお母さんとねご飯食べました。マミーとマミーとご飯食べたよ。何食べたと思いますか。片桐さん気分悪そうなクマありがとうございます。気分悪クマありがとうございます。焼肉、とんかつ、厚切り牛タン、うどん、お寿司、シーツカビハエグマ可愛くないな寿司、ピザ、パンケーキ、ステーキ。お、寿司が多いね。実は私ね、昨日お寿司食べたんですよ昨日もね、お母さんいたんです。で、まあ今日までか明日までか分かんないけど、私のお部屋で、お部屋に住むんですけど、実は昨日お寿司食べた。なんかお寿司の出前を取ってくれてて、なんかこれぐらいのやつ、それで食べました。そう、それで昨日も6周年の話をしながらお寿司食べて、今日も外でご飯食べたんだけど、でも今日はあのね、ステーキ食べただから昨日お寿司で今日ステーキっていうね、なかなか素敵、なかなか素敵な いきなり食べさせてくれるとこじゃない。なんかでもリーズナブルなところですよ。そんな高級とかじゃないです。だって高級なとこだったらこれで行かないからね私この T シャツ、この T シャツ着ていきましたリーズナブルなところにこの T シャツを着て行きましたよ。ちいかわとポンポンプリンのコラボ T シャツ、これでもねファンの方にいただいたものなんですよ。お気に入り、放出させんでって言ったやろ。なんで解き放ったん。なんかね、レオがいるんですよ。レオくんがいるんですけど、あのさっき芋た、あの大好物なんですよ芋が。でさっき芋を食べてテンションが上がってて、で暴れるからあのゲージにね入れておいたんですよ。そしたらなんかお母さんがいきなり解き放ってほんとに暴れるくん、そう、
ドド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 レオちゃん、レオちゃん静かにして。あなた自分の足音が意外と大きいことを自覚して。なんで出すんや、健康でいいって。もうあ、ガントチャートさん、タワーありがとうございます。ありがとう。明日から2週間ほど配信来られなさそうなので前払い。え、忙しいの？前払いたわ。生きて帰ってきてね。レオくんと一緒にいる推しメン尊い。頑張る頑張るに丸が最後ついとったらなんかちょっと深刻になるんよ。なんか頑張る頑張る、びっくりマークじゃん、頑張る丸。なんか深刻。おいでおいで。レオちゃん夜行性です。あ、頑張る、びっくりマークになった。頑張る。真夜中てかさ、私さ、あのカメコ STU で気づいたことがあるんですよ。私歯が欠かない、剣歯がめっちゃ人よりやっぱりとんがってる。とんがりが多分グループの中で一番あると思う。剣士のこれ刃じゃない、剣士刃っぽく見えるよね。昔から思ってたんだけど、やっぱり誰よりも尖ってるなと思って、歯が。なんか嫌になった。自分の歯の形が嫌になった。いや、ここ結構鋭いの、ギザギザなんですよ。個性と捉える、捉える、捉えられたらいいけど、なんか嫌になった。気にしたことないよね。血を吸うため、血を吸うためではないですね。ドラキュラではないですね。毎回可愛いと思って見てた。え、見ないでください、私の歯を。自分で触れときながら、やだな。チースだろうか、お前のチースだろうか。お座り。待て。お手。お手。おかわり。伏せ。伏せ。よし。おいで。はい、おいで。
藤松さんハートありがとう。豚松さんお疲れありがとう。藤松さんハートありがとう。坂道 FC さんハート。ダースーさん坂道 FC さんありがとう。としやさん猿山さんありがとうございます。ふみっとさんブラボーありがとう。白ふくろさんかわいい、たくさんありがとう。剣士とか刃ってスマイルラインって言って笑った時に素敵に見える要素でもある。でも自分的にはこの尖った剣士がなんか嫌になった。歯ぎしりとかあると尖ってくる。あ、確かに歯ぎしりよくする。めっちゃ食いしばってるらしい。アンニャンさんハートありがとう。今日もお疲れ様です。宇多松さんありがとう。30日のオンライン話し会 1,2 時間目完売し、完売したんですか。ポカポカ。嬉しい、嬉しみの舞。嬉しい、おめでとう、ありがとう。嬉しいな、私に会いに来てくれるっていう選択をしてくれたことがまず嬉しいし、またみんなと話せるっていう事実が最高だぜ。最高かよ。福山も外れた？え？福山って5月のやつ？福岡のリアルも全枠完売。え？嘘です。え？嘘？本当に？5月にワンチャン愛護自体ある。嘘、そんな、すご、嬉しい。あ、ちょっと待ってくださいね。リアルは完売している。嬉しい、ありがとう。幕張のシティユー祭り、シティユー祭で初めてお話しして気になっていました。めっちゃ嬉しいんだけど。嬉しみ、嬉しみの舞、嬉しみの舞。ダサい。残卓さん尊い、ありがとうございます。これ舞ですよ。わお、疲
少しでも構えこげるみたい。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。テレステテレレレテレステテレレレテテテテレテレレレテレステテレレレテテテレステテレレレテレステテレレレテテハーテテ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 誰に何を言われたって気にしない、テレステタタタタ一度きりの人生じゃないか、テレステ好きなように生きなきゃつまらない、やりたいようにやらせてもらうぜ、みんなからやめろって言われるけれど、ジュルシュスネハッサンダ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 ン相手がどう思ってるかなんて全然関係ない、好きになれたらうわぁなんて幸せなんだと思う、うぅわおわお、幸せなんだと思う。できるなら。面倒の極みみたいな顔してる。同じ顔してますか？やばすぎる。狂ってないですよ。これが正しい犬との接し方です。これは楽しい犬との接し方なので覚えておきましょう。違うよこれ、あのね、レオはね眠いんじゃないんですよ。レオにガン無視されてる。これが常です。よく私がこうするから、あの慣れてるんですよ。大丈夫？ごめんね。ね、あ、毛並みめっちゃ綺麗でしょ？
いい餌食べてるんですよ彼一人だけ。人間はあの節約してるのに彼一人の餌はねすごいいいものを食べてるんです。フミットさんハートありがとうございます。猿山さん、ウミガメさんかわいい、ありがとうございます。タカさん、卵ありがとう。なんかねロイヤルカナンっていう餌食べてて、なんか普通に高い、普通に高いやつ食べてる。いいやつです。ちょっともう押さえとって、うん、一般的な、なんだろうな、なんかアイスの中で言ったらハーゲンダッツを食べてるような感じ。そのめっちゃ高級ってわけじゃないけど、そのラインの中だったらちょっと、まあその売り場の中だったらちょっといいやつかなみたいな感じ。そうそう、わかりやすい例え分かってもらえたならよかったです。ラッキー続いてくれ、そんなそんなに、タタラトゥル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 、フランスの会社なんだ、ロイヤルカナン、ロイヤルカナンの、ロイヤルカノン、カナン、ロイヤルカナン食べてました。そうですよね、結構ね毛並みもねすごい良くなるしいいし、でももっと高齢になったらなんかリンコに勧められたなんかオーダーメイドの、オーダーメイド、もうその子だけの餌を食べさせてあげたい。私が毎月送ってあげようかなって思ってます。あお、そんな存在、あ、ちょっとじゃあタワーのお礼をしたいと思います。巡り会えたことに感謝する。あお、そう、オーダーメイドとかあるんだって教えてもらった、コリンちゃんに。コリンちゃん元気してるかな、何してるんだろう、連絡してみようかな。じゃあヨッシーさんからタワーのお礼をしたいと思います。ヨッシーさん、コリン星に帰ったのかな。でもそんな設定じゃないよね、リンコ別にコリン星に帰りますみたいな。ちょっと待ってよ。3、おーたーんちょーび、おーめーで、じゃあ私が勝手に今年の目標を、今年の目標はヨシさんの今年の目標を勝手に決めますね。目標は、
決めました。じゃん、ヨッシーさんお誕生日おめでとうございます。ヨッシーさんの今年の目標は健康的で幸せな一年にするです。はい、やっぱり健康が一番、その上で幸せが成立するので、あまりご無理なさらず、そして楽しくこの1年を過ごしてください。これからも応援させてください。ありがとうございます。これからも応援してくれたら私も幸せです。ハッピージャムジャム最高ロロよ、フフー、いつもの笑顔でハッピージャムジャム、ちゃんとした目標で嬉しい。そうですよ、私はこういう時ふざけないですから、本当に心の底からヨシーさんをの幸せを願っててね、はい、ふざけませんふふふ、優しいので私は。あとこの寿司ポイント、お寿司カタカン、おたかさん卵ありがとう、くじまささんハートありがとう、ふみっとさんハートありがとう、お寿司で、次がガントチャートさんですね。ガントチャートさん、うん、チャート、はい、ガントチャートさんタワーありがとう。ありがとう。にゃあ、お仕事頑張ってね。なんか2週間来れないって言ってたよね。頑張っちょくれ、応援してます。きっとできるよ、全部うまくいくよ、私が保証するよ。
がとうだにゃThank you 応援してます Thank you so much ありがとう。餌をねだるときのにゃーにゃーとかじゃない、にゃーにゃーにゃーあにゃー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 にゃあ I will follow you あなたについて行きたい I will follow you ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だからにゃー心の岸辺に咲いた赤いスイートピー好きよ今日大丈夫。壁ドンされた時はごめんね様眩しいって歌っとけば許される世界線にいます。そういえばね、見てください、こういうものを今日買いました。なんかね、タイで一番人気なんだって。一番売れてるフェイスパウダー、ちょっとこれ明日使おうかなと思ってます。ワクワク。やっぱりね、コスメ買うとね、女の子でよかったなと思います。コスメ、あ、でもね、男の人でも最近はメイクするって言いますよね。でもね、やっぱ女子として楽しいなって思うのはコスメをね、買ったり選んだりすることですね。顔も髪もトゥルントゥルン。今年は髪の毛伸びました。美容室今日行けなかったんですよ行きたいお店が閉まってました。電話かけようとしたら、あっと思って、今日月曜日だと思ってやめた。明日行く。
そんなにめっちゃキリはしないけどね。前髪好き、ありがとう。ゆめさん、あ、ゆめちゃんだ、かわいい、ありがとう。今もいい、今だってもちろん好きだけど、なぜだろう、あの頃に戻れない。ごめんね、フィンガークロース。6周年で目が合ってニコって笑ってくれたのめっちゃ嬉しかった。私の微笑みで、私の微笑みで落ちましたか。そんなことないよ。マイナスな、そんなことないよ。私の微笑みで落ちてくれましたか。そんなことないよ。そこはそんなことあるよって言ってほしいですね。そんなことないよは、あの、いい時に、私がマイナスなことを言った時に使ってほしいですね。そんなことないんかいってなるよね。そんなことあるよ。どんな君だってときめいてしまうよ。そんなことないよ。ハグしたくなるほど、クラスで一番君が可愛いよ。そう、そうでもないよ。そんなことあるよ、ハート打ち抜かれた。え、嬉しい。こんばんは。皆さんが最近よく聞く曲は何ですか？教えてください。いっぱいいろいろありますね。こんばんは。おお、息をする心って答えた、そこのあなた分かってますね。これピノキオの真似。マリオカート、マリオカートのピノキオが優勝した時の真似。
トゥルルトゥトゥルトゥトゥママミーア Here we go! Here we go! Here we go! これ、ルイージの真似It's me! マリオ!ははこれは、マリオの真似It's me! マリオ!ははYou go. これはルイージ。ママミア。あ、私のモノマネレパートリーが増えたので聞いてください。じゃあええ何しようかな、何系でいこうかな。じゃあピノキオバージョンで息をする心を歌いますね。トゥン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 トゥ息ができないそもそもピノキオバージョンで息をする心披露することないからああ息ができる、息ができる、ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、ご覧ください、こちらキングレコードさんからいただきましたリンツのチョコレート、こちらはですねいろいろ入ってます。ガントチャートさん、ミラーボールありがとうございます。美味しいやつ、これさ私もさリンツのチョコレートさバレンタインの時に差し入れしたんですよ。でまあまあ高かったのね、そのなんかボックスがさ、だからさまあまあ高かったから、なんか私ホワイトデー誰からももらってないなと思って、私はその差し入れでまあまあ高かったリンツのチョコレートをバレンタインにあげたのに、私はお返しで何ももらってないと思って、
そうだから今なんかその帰ってきたような気がして嬉しいあーと思って、あもう私はこれで十分ですって思った。ホワイトデーまあ帰ってきてないの。なんかでもみんなからの愛は受け取ったよ。いや、あのお返しは求めてないんです差し入れに全然もう冗談冗談、そんなお返しはとかそういう気持ちで差し入れはしてないので大丈夫です。これ食べてみますね。何味だと思う？食べてから分かるかな。見せようと思ったら中身がなくなっちゃった。わかんない、これ何だけなんだよ。おいしい。何味か分からんけど美味しい。私さグルメじゃないからさ本当に味が分からないんですよ。何味かっていうのが本当に分からんくて、なんか分かる人ってすごくない？あこれ桃だとかさ、あこれぶどうだとかいちごだとかチーズだとか、めっちゃ分からなくて味が本当に分からんの。なんかめっちゃまずいとかめっちゃ美味しいとかは分かるんやけど、なんか美味しいとかは分かる。あ、旨味があるとか旨味があるとかは分かるんやけど、なんか細かい味の違いとかが全然分かんないんですよ。あの食レポなんか全部美味しいってなる。全部美味しいからなんか何が入ってるか分かんないの。これは多分ミルクチョコレート。でも旨味は分かる。何が高級で何が高級じゃないかとかは分かるんです。お肉とかなんかチョコレートとかアイスバニラアイスとかこの美味しいのあれは分かるんですよ。なんかレベルは分かるけどあれが分からん。なんか何が入っとるかとかが分からん。どんな香りがしますか？どんな香り？チョコ。It is チョコ。チョコレート。メルクチョコレート。レオが振り向いた。
メロクチョコレ。Oh, it's so delicious. Oh.お英語が分かんないから「お」しか言ってない。お、oh. yummyこれがなくなった。おお。なくなった。なんか普段歌わない歌でも歌おうかな。あなたとクリスマスイブ。愛しきライバル。懐かしい。てて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 てに向けてるぞ。君を君をきっときっと好きだ。
てこんな風に悔しい感じてる。君よ君よ君を、そんな君を一人占めしてる。あなたが悩ましい。だと これ歌えるかな。ちょっと歌ってみますね。自分がいて気持ちと真逆のことを言うなんて子供をじみてる。
なりたい自分がいて、どこかで見栄を張ったり嘘ついてごまかしてるよ。かわいい。あいこ、あなたに告白されたって、手にしたその幸せをなくすのが怖くなるから、あれこれ考えてしまうよりまっすぐに、傷つくことを恐れずに思うまま、僕になりたい、ルルルル、愛のステージで一人きり、この胸の言葉を繰り返させて、愛のステージで隠さないわ、恥ずかしい女神やってみたいんですよね。好きだなんてしょうがない、眺めていても構わない、ケーキラでタリアを買って、その布で隠すより、私に専用愛のストリー求めるなら、身にまとう全てを脱ぎ捨てよう、愛のストリッパー、パーパーだかの本当の私を見てよ、恋のダンサーよ、求められて心を見せるよりも、恋のダンサーよ、恥ずかしかった、年下を捨ててあげる、捨てて脱ぎ捨てたまま、チャイムが鳴ったら誰より先にドアを開けて、できなくたってもっともっと大事なことがある、君が好きだ、たとえキャンディー、キャンディー歌おう。キャンディーとさ口に入れて、舌のその上で転がすのよ、甘くてちょっと酸っぱい、元気だな、ララララララ Everybody get everybody sad、 ララ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 ラ50cc バイクでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり日差しがうらら、 iPod でミュージックお気に入りのカエラ、嫌な子
着てやってみたい。端っこ、もう全然端っこでいいからやりたい。タタ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 タ
しました歌を。細い路地の奥、赤い屋根の隣、5階建ての古いマンションだけど、男性向きの大きな窓が気持ちよくて決めた。ワンルームが4月からの僕の城、心の隅にあった思い出すべて片付け、新しい家具揃えて生まれ変わるように、ここに引っ越しするよ、そのうち遊びにおいでよ、君がそばにいない現実に慣れていないんだ、やっと引っ越しするよ、
ありがとうございます。引っ越しました。大好き。引っ越しました。今年100回歌おう引っ越しました。100回以上歌おう。100回引っ越しあと99回。じゃあランキングを読んで今日は終わりたいと思います。13位、ダースーさん、ありがとう。12位、白ふくろうさん、ありがとう。11位はフミットさん、ありがとうございます。10位はカタカナ、間違えた、カタゲンさん、ありがとうございます。9位はユウさん、ありがとうございます。8位はソリオさん、ありがとうございます。7位はカタカナのタカさん、ありがとうございます。6位オミカンさん、ありがとうございます。5位はくじまささん、ありがとうございます。4位はウミガメさん、ありがとうございます。3位は坂道 FC さん、ありがとうございます。2位はヨッシーさん、お誕生日おめでとう、ありがとうございました。タワー1位はガントチャートさん、ありがとうございました。タワーありがとう。はい、ではこれで終わりたいと思います。皆さん明日も頑張りましょう。おやすみなさーい。